GE4/6 391号機、前面下部に大型のスノープラウを設置、1913年貨物列車を牽引する GE4/6 353号機、1985年、歴史的機関車として残されている GE4/6 353号機、サメダン機関区 GE4/6 391号機、ベルリンのドイツ技術博物館に保存レーティッシュ、鉄道 GE4/6 系電気機関車は、スイス最大の私鉄であるレーティッシュ鉄道の本線系統で使用される山岳鉄道用電気機関車である。レーティッシュ鉄道の本線系統は、1913年に最初から電化で開通したエンガディン線を手始めに、1922年までに全線が交流 11kV16 に 3Hz で電化され、使用される電気機関車として、車軸配置 1B1 の GE に4型7機とともに、車軸配置 1D1 の GE4/6 系8機が用意された。この機関車は、主電動機1台搭載の GE に4型を大型化して、主電動機2台搭載とした、ロッド式の4軸駆動機であり、1912年から1918年にかけて SLM が製造した車体、機械部分、走行装置に BBC、MFO もしくは IG が製造した電気部分、主電動機の製造を搭載したもので、機体により性能が異なるが、1時間定格出力440から 588kW。牽引力55から 71kN を発揮し、25パーミルで180から210トンを28、時速 30km で牽引可能な性能を持つ。それぞれの基板と製造所、SLM 製版、製造年、価格は下記の通りである。なお、302、355号機は1914年に製造され、1914年のベルン博覧会に出品された機体をレーティッシュ鉄道が購入したものである。このほか前期を対象にパンタグラフの変更、前面への渡り板の設置、正面窓間の全小塔上に標識塔の設置などの改造が行われている。ありがとうございます。